こんにちは。オカリナのゴロゴロです。この動画では、ガレージバンドという無料アプリを使って、iPad でカラオケに合わせて楽器の演奏を録音する一連の流れを見ていただくことができます。必要なものは、iPad または iPad mini とイヤホン。今回は、マイク等は使わずに、iPad に標準に装備されているマイクを使って録音していきます。はじめから終わりまで一本の動画につながっていますので、要所要所で動画をストップしながら一緒にやってみていただくといいと思います。まずは無料の音楽制作アプリ、ガレージバンドをダウンロードしてください。普段はこの部分が入手となっているんですけれども、私の iPad では過去に一度ダウンロードしたことがあるので、今、雲のマークが表示されています。皆さんは入手となっていると思うので、入手の文字をタップしてください。ダウンロードが終わりましたら、開くをタップします。ガレージバンドを起動すると、このような画面が出てきますが、続けると、先に進んでいってください。このオーディオレコーダーという画面が出ましたら、ギターのマークをタップします。画面右上のプラスマークをタップしてください。ここはセクションの長さを変更するところなんですが、デフォルトでは8小節という短いものになってしまっているので、これを、取り込んだ伴奏の長さに合わせて変わるように、自動に切り替えておきます。この作業は必ずやってください。左上のマークをタップして画面をトラック表示に切り替えます。今度は右上にくるりんとした形のマークが出ていると思うんですが、これをタップすると iPad にあらかじめ取り込んでおいた伴奏音源を選択して取り込むことができるようになります。各曲の名前をタップすると、曲が流れて、どの曲だったか確認することができます。取り込む曲が決まったら、ドラッグ&ドロップで、伴奏のトラックにそれをポイと置いてください。画面上に取り込みができたら、曲が最初から最後までちゃんと入っているかどうか確認します。曲を再生するには、上にある三角のマーク、カチカチいう音がすごくしてると思うんですけれども、上にある三角のメトロノームマークをタップすると、この音は止められます。次に演奏を録音するためのトラックを追加します。今度は
さっきはギターを選びましたが、マイクの方を選んでください。そして、マイクをお好みのものに切り替えます。私はこちらの設定で普段やっています。マイクの入力レベルはメモリの中間ぐらいにしておいてください。画面表示をトラックに戻します。トラックそれぞれのボリューム設定を見直してみましょう。詳細をコントロールするパネルが出たら、まずは各トラックのボリュームを大雑把に調整していきます。お好みになりますが、音の響きを良くするリバーブという設定もできます。これは控えめにやってあげた方がいいんじゃないかと思います。これで録音前の準備が整いました。さあ、いよいよ録音です。楽器の用意をしてください。上にある赤い丸の録音ボタンを押して録音スタートです。カウントの音が止まって赤いバーが伸び始めてきたら録音が始まっています。この録音レベルは勝手にずれていることがあるので必ず毎回チェックする習慣をつけてください。止めるには白い四角のボタンをタップしてください。ここをタップして画面をトラック表示に切り替えます。再生ボタンを押して確認してみましょう。ゼロに戻します。今度はトラックのマイクの部分をタップして複製を選びます。複製されたトラックは元のトラックの音量やリバーブなどの設定をそのまま引き継いでいます。先に録音したファーストの演奏が流れていますね。重ねて一緒に録音してみます。
ここをタップして画面をトラック表示に戻します。今の録音を確認してみましょう。各トラックのボリュームは後からでも変更できます。ここではセカンドの音量をちょっとだけ控えるようにしてみました。録音作業が終わってガレージバンドを終了するには左上にある紙のような四角いマークをタップします。ファイル名のところをタップして名前を変更します。わかりやすいファイル名に変更しておきましょう。次は書き出しの準備に入ります。ここまでも結構長かったので、よろしければ動画を止めてちょっと休憩を入れてください。では、ここから書き出しの準備に入ります。表示をですね、最近使った項目からブラウザの表示に切り替えてください。まず、この iPad 内というところをタップすると、iPad 内のルートフォルダーにアクセスできます。ガレージバンドらしいフォルダがあるので、ここを開いてみましょう。ここかなと思ったところにファイルがなかったので、次は iCloud ドライブの方を探してみましょう。実はインストールしたばかりのガレージバンドでは、最初にファイルを作った時に iPad の中には保存されず iCloud ドライブの中に入ってしまうみたいです。はい。iCloud ドライブの中のガレージバンドのフォルダの方に見つかりました。ファイルの保存場所はどこでも自由なんですけれども、私は iCloud ドライブは有料の契約をしていないので、iPad の方に、このファイルを移しておきたいと思います。ファイルを長押しするとメニューが出るので、そこで移動先を選択することができます。これでガレージバンドフォルダに移動したはずです。はい、ありましたね。ファイルの置き場所もちゃんと決まりましたので、それでは演奏を、音楽ファイルに書き出しをしていきます。まずは右上にある選択という部分をタップして、ファイルを選択し、その後、今度は画面下の方にある共有を
押します。曲という部分を選択して書き出します。高音質を選んで送信。次に書き出し方を選びます。パソコンが Mac なら AirDrop を使って簡単に音楽データを送ることができますが、Windows の場合もあるので、とりあえず今回は一番簡単そうなメールを使った送信方法を選ぶとします。書き出しはいろんなやり方があるので、お好きな方法を選んでくださいね。はい、完了しました。書き出しが終わると、メールの送信画面が開きますので、必要な事項を記入して、送信するだけです。即座にメールが届きました。メールを開いて確認してみましょう。今回はこの iPad で、メールを開いてしまっていますが、パソコンでこのメールアドレスを受信すれば OK ということですね。で、作業は終了です。今回はアプリのダウンロードから、初回の録音、そして、書き出しまで一連の流れを見ていただきました。もちろん説明しきれていない機能もたくさんありますし、やり方もいろいろだと思います。いろいろやってみて、ご自分の好きな方法を見つけてください。長い間お付き合いいただき、どうもありがとうございました。よかったら、ついでにオカリナの演奏も聴いていっていただけたら嬉しいです。それでは、お疲れ様でした。